対する専門的な治療を行える病院へと医療の方に転移をし、案内を最高の治療をしていただきました。本人も病気に立ち向かい、手術からおよそ4ヶ月に及ぶ闘病が続きました。その間、来年4月の歌舞伎座こけら落としに出演することを心の拠り所とし、頑張ってまいりました。医療スタッフの方々にも懸命の治療をなさってくださいました。前日ついに回復することはかなわず、無念のうちに本日12月5日